地下のカニはね、めちゃめちゃ大きいと思う。ヤクルトは去年よりも上がると思う。ビッグダディのたけしが決めるぜベイビートライ。はい、こんにちは、山崎たけしです。こんにちは、松下奈希です。はい、シーズン開幕目前ということで、はい、今回は東京ヤクルトスワローズについてお話ししていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そうね、ヤクルトね。はい、去年は大変でしたね、このねスワローズはね。そうですね、シーズン勝負にならないっていう感じはあったんですけど、今年ねヤクルトね、思いのほか補強してんの。補強してるの。一番の収穫っていうのはやっぱりソフトバンクから来たね内川だと思うの。内川はやっぱり正直ソフトバンクであれだけ活躍しててね、で去年まあ2軍ではすごい成績残してたんだけども、1軍に上がるチャンスがなくて、まあ退団して、そしてヤクルトにね入団したんですけども、全然まだいけますからね。レギュラーとして頑張ってくれる力は残ってるので、まあ、ヤクルトとしては非常に大きい補強をしたなっていうね印象はあるんで、ね。なるほど、そこはじゃあもう期待大という、ね。いやもうこれはね、内川のカニはねめちゃめちゃ大きいと思う。で、はい、ここつい最近野球ファンの方はびっくりされたと思うんだけども。ジャイアンツとのねトレードで田口が来たっていうことでね、いやジャイアンツそんな先発ピッチャーいたっけって大丈夫ってまあね、でもその原監督が決めてるんだろうけども、やっぱり何かその考えがあってね田口を出して廣岡とトレードになったんだけども、今現状ではもうヤクルトは本当にジャイアンツさんありがとうと。田口くれてありがとうってね思ってると思う。ああ、それぐらい結構大きいことですよね。でもね一つね俺思うのが、その去年田口のピッチングねジャイアンツの時見てたんだけども、はい、なんか少しねやっぱりこう物足りないものあった、正直言って。そうなんですね、すっごい物足りなかった、だからその物足りなさがまたトレードに行って新たなチームに行った時に選手ってよしやったのかいってなるのね。そこの気持ちのプラスアルファで選手って変わってくるので、この辺は田口にとっても良かったんじゃないかなと。でもトレードって何のためにするかって言ったら、両チームが足りないところを補うためのトレードなのね。だけど選手ってさ、トレードになると俺出されたわって思う人が大半なの。もう俺も中日からオリックスに一応トレードって形で行ったの、はい、でも僕の場合は自ら望んで行ったからは出されたっていうふうに思わないんだけど、ほとんどの人がトレード期間中に突然言われるの。あ、そうなんですね。おい山崎、明日お前楽天にトレードだって言われたら選手って拒否権ないの。え、そうなんですか。そうだよ、自分の意思は言えない。ダメ、拒否権ないの。これはもうルールで決まってんのね。だからトレードって言われた時にはもう選手は行かざるを得ない。でも他球団からしてみればその選手が欲しいから、でこの選手を出してまでもこの選手が欲しいっていうところの、お互いのチームがやっぱり補強が足りないところが合えばトレード成立っていうところなので、これをうまくヤクルトスワローズは使ったというところで非常にね大きいかな。まあそしてね、これはもうスワローズファンの一つのこのスワローズの自慢だけども、打線だよね。ね、村上、哲人、もうこの看板。もう勉強してそれがすごくわかりました。すごいでしょ。すごいですね。村上、年いくつか知ってます？村上選手若手、もう21歳ですよ。21歳で3年目で2年目で36本ホームラン打ったのかな。いや、こっちは10年かかったぞと。いやそうですよね。だからね、もう村上がもうどしっと4番に座って、そしてねやっぱりね村上もね年々進化してって、36本打ったとしたら打率がめちゃくちゃ悪かったの。2割2、3分だったので、去年はそのことを言われたんで、やっぱりねキャンプから自分で考えてやってたら3割打って、ホームランも28本打って、まあリーグ2位だったんだよね。そういう部分ではもうすごい進化。やっぱり山田哲人はねトリプルスリーと言われて、常連でね、少し最近元気ないんだけどさ、ちょっと最近元気ない哲人らしくないんだけど、まあでもねやっぱり哲人怖いから、そういう部分では、やっぱり打線っていうのはね非常に強力からしてね、若手のまだね成績っていうか一軍で活躍をそんなしてない選手の若手がいるんだけど、めちゃめちゃいい素材がたくさんいる。うん、こいつ誰っていう選手はね、まだ名前すら僕覚えてないやつもいっぱいいるんだけど、若手でねいいバッターが多いんだよね。そうなんですね、うん、そうなんか私も昨日調べてて、うん、浜田太一選手、うん、そのホームランがすごいなっていう、やっぱねパワーあるでしょ。パワーがあそこのね、なんかヤクルトのバッターってねみんな振りがいいんだよね。うん、やっぱ強いですよねそれは、うん、まあこれはねやっぱりね2軍でしっかりバッティングの方針っていうのを決めて、うん、指導してるからやっぱりいいバッターが育つんじゃないかなっていうふうに思うしね。まあでもそれだけじゃ勝てないからさ。全体ですよね。やっぱりヤクルトもねピッチャーいないのよ。ああ、もうピッチャーがいない。なるほど、そこなんですね、うん、問題点は。本当にローテーションピッチャーがね決まらない、後ろも決まらないとにかくもうピッチャー大崩壊だったんだよね去年は。だからここをどういうふうにするかっていうのがこの高津監督が一番頭を抱えているところで、まあそれを一つ解消してくれたのが田口であり、はい、そしてねまたねこれもソフトバンクで大活躍したバンデンハーグがね獲得できたっていうのがね非常に大きいかなっていうところがあるんだけども、ね、この辺がねしっかりフル回転してくれて、まあ、ソフトバンク全盛期とまではいかないけども、まあ、彼もねやっぱり球強いのでね普通に投げたらやっぱりゲーム作ってくれるので、まあ、いいんじゃないかなとは思うけども、これバンデンハーグはまだ日本に来てないのかな。来てない。ああ、来てない。早いとこ来てほしいよね。ここも来てない選手期待されるね、外国人来てないんだけども、はい、一つね僕ねやっぱりねヤクルトに来てピッチャー大変なことっていうのは、はい、球場が狭いのよ。あ、ここもそうなんですね。そう、めちゃくちゃ狭いの。横浜神宮は、まあ球場の両翼はそんなね100メーターぐらいあるんだけども、東京って夜になると浜風が吹くの。東京って海沿いでしょ、はい、浜風が吹いてちょっと涼しいと、はい、常にねフォローの風が吹くの、バッター有利の風が吹くの。あー、なるほど。でやっぱりホームランも非常に入りやすいので、そういうところを外国人が少し気にしないかなって、狭いなこの球場でっていうとちょっと投球の組み立てが変わってきそうな感じがするので、この辺も慣れるかどうか。ソフトバンクのね球場大きかったから、それからね神宮球場来たら鮮明と思うでしょ。それはちょっとね環境の変化であるかもしれないですね。だからこういう部分で少しちょっとあれかなとは思うんだけども、まあでもヤクルトスワローズ球団が本腰入れたよね今年はね。勝ちたい、もうこのままじゃダメだっていうところで、やっぱりできるだけいい補強をしようっていうことで、思いのほか補強、僕はね会社が頑張ったと思う。ああ、で若手も結構すごい注目できる選手が多くて、うん、まあねドラフトでも周りでこのどうのこうのってねこう、はい、即っていうのはどうか僕も正直言って分かんないんだけども。うん、まあこの前中日戦に投げたね奥川、はい、まあ平田にホームランねスリーラン食らってましたけど。はいまあ奥川ももうそろそろ出てきてほしいなっていうねところもあるし、これからの選手が多いかなっていうところだね。だから発展途上のチームなんじゃないかなっていうとこかなっていうのは僕はっていう形ですね。うん、だから若い選手がねバーッと覚醒してくれればさ、非常にいいと思いますね。まああとやっぱり高津監督がね年一緒なんですよ。あ、そうなんですね。そうそう、43年生まれでね、うんはい、やっぱり同級生には頑張ってほしいと思うし、いや思いのほかね同級生の監督多いのよ。多かった。結構調べたら年齢そうですね。そうそう、阪神の矢野監督もそうだし、前の広島の監督の尾形監督もそうでしょ、はい、で金本もそうでしょ、はい、意外と多いんですよ、うん、だからねそういう部分ではちょっと頑張ってほしいなっていうね、感じはあるんだけども、去年みたいなことは僕はないと思う。あ、去年よりかは、うん、さっきこれもDeNA は去年よりもだいぶ下がってしまうと思うんだけど、僕はヤクルトは去年よりも上がると思う。チームとしては、チーム力としては、順位は分かんないよそれは、はい、だけどチーム力としては僕は上向きだと思う。DeNA は下向き、うん、っていうとこなので、この上向きをどこまでガーンと上がるか、ね、ちょびっと上がるからねこれでやっぱりこう順位が変わってくると思うので、うん、だから若手がどこまでこう育つかっていうのも。そうだね、若手、そしてまた内川がねちょっと頑張ってくれないかなっていうふうには思ってますね。だから山田哲人だってさ、まあ、トリプルスリーっていうまではなかなか大変だと思うけども。まあ彼の力であれば、いけると思うんだよね。3割30発、まあ少な3つの手だよ。3割30本、打点90、トリプルスリーいけるな。盗塁30。それはもうすごいですね。いやでもね、そういう選手がチームにいるっていうのはすごく強いですよね。そうだよ。もうね、タイトルホルダーが盛りだくさんなんでね。だからそういう部分ではこのチームも今年の2021年のヤクルトスワローズの勝ち方っていうのは打って勝つしかない。 DNA 同様打っていくしかないと思うね。でも非常にヤクルトファンの方もね、期待して見ていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで今回は東京ヤクルトスワローズについてお聞きしました。栗林、森浦、大道、この3人が大好きな野球の話をお届けするため、山崎武史チャンネル始めました。ぜひ見てください。登録してね。